Thank you.
今日のご飯です。アジの握り寿司ですね。それとカツオのたたき、アジの刺身です。手作り雰囲気です。それではいただいてみましょうかね。まずポン酢を、醤油はね、上から鰹のたたきから、あ、そうなんだ、ね、ゴーブロック、まあな、新鮮な味だからね、うまいですよ。食べていれば中性脂肪が落ちるんですよね。うん、EPA とか DHP だっけ、なんだっけ、わあ。うまいなぁ。ただね、残念なことに口が開かないから一口でばっくりと消えないんだよな。
なに文句に食べてるように見えますけど、実は学部なんですよね。もう何回も言ってますけど、常備に病院行って CPA だっけ、まあ腫瘍マーカーっていうのは高くて、それがどうかといえば前日腺、男の人にはね大事な場所なんですけども、その前日腺の腫瘍マーカーが高かった。先生は、まあ、前立腺がんの可能性も考えておいてということで言われたんですけども、まあ、下のがんが、ベロのがん、下のがんで、ベロのがんが、下行っちゃったっていうことは、約旅したんだなということなんですけども、まあ、そんなことも言ってあげないんで、早く結果をね、知りたいんですけども。まあ、そんなで、失礼しますわ。なんでしょうね、年取るっていうのはね、そうそうね、
鍋とかのね、ケースで済んで鍋とかも食べたいと思ってるんですけどもね、牡蠣とか好きなんで牡蠣鍋なんかいいなとは思ってるんですけども、またおすすめしても行きたいですしね、うん、弁当持って紅葉はまだ早いかな、まだちょっと早いですね、この辺りは。この間那須公園行ったんですけど、那須公園はもう紅葉が始まってましたね。人がいっぱいいました。このカツオうまいな。初ガツオよりも脂が乗ってますね。戻りやつをってやつですかね、うん、これうまいわ。うまかったですね。今日はいい味が手に入ったので、こういうふうな新鮮な味は美味しいんですよね、うん、カツオもうまかった。青魚といえば東京で食べたイワシの握り寿司が美味しかったな。トロトロしてて全然臭いもなくてすごい美味しかったでしょ。まあ美味しいものはいっぱいあるんでしょうけどね、うん。今日もごちそうさまいただきました。それではいつもの通りごちそうさまでした。